はいえー、皆さんこんこにちはファナムです、えー、今日の「ファナムチャンネル」は「高麗王朝」のシリーズでお送りしていますけども第8代の王様でありますヒョンジョンの時代についてお話を進めていきたいと思います。えー、この時代は何よりもコラン韓国ではコランというんですけどもキッタンのですね3回、えー、による侵入侵攻があったというその時代なんですね。 まあ、私もそこまで詳しくは知らなかったので、まあ、とても今回は勉強にはなりましたけれども、まあ、とにかく27年間という、まあ、30年ぐらいです、ね、の間この高麗においてはあこの霧たの侵入に悩まされそしてそれに克服していくそういう流れになっていきます。それはどののようにししてて克服していったのか についてお話を進めていきたいと思いますはい、えー、それではですねここからスライドでお送りしていきたいと思います、えー、先ほども申しましたように高麗王の八大王のヒョンジョンというですね、王様の時代なんですけどもこの時代は何よりもキッタンの、まあ、信仰と三度の信仰があったがゆえに高麗が最大の危機を 向かいましたというところがポイントだと思いますそこでまずヒョンジョンの出生と即位ということでお話をしていきたいと思いますこのヒョンジョンが出生したのは992年ということで え前回のこの木彫ですね奈良大王の王様の木彫の次にえ即位をしていくんですけどもこのヒョンジョンが八この八大王のですねヒョンジョンが出征した背景としてこのワン・ウッというですね、えー、まあ父親がいました。 で、このワンフが父親なんですけども、えー、前回、前々回ですかね、えー、キョンジョンのですね、キサキ、5、えー、代後のキョンジョンの、まあ、キサキと不倫のですね、関係で結ばれて、えーまあ、出世したのが、まあ、ヒョンジョンであったということで、この、えー、キョンジョンのです、ねえー、キサキが本ン,ンワンフ・ワンポシというですね、えー、方で,で、この方が、まあ、結局は、 ヒョンジョンが生まれた時にすぐにもう亡くなってしまうということと同時に、このワンクもですね、流刑と島流しになってその地ですぐ亡くなってしまうということで、ヒョンジョンは両親がいない中でま育ってきたわけです。まあ、それゆえにですね、まあ六代王のソンジョン。 いいとこに当たるんですけども、この人が養育したということですね。それから、前回の木チョンの母親であったチョンジュテフはですね、まあこの木チョンを王に立てるはいるんですけども、その木趙の次に立てたい。 その王として、えー、自らの、まあ、子供がいたんですけども、その子供をつけるために、ヒョンジョンを暗殺しようとするというようなところになってきます。まあ、こういったところからですね。正、まあ、変ということで、えー、これにこの口実をつけて、えー、このキッタンがまあ進行していく。第一次ですね、第一次の進行の,この契機となっていくわけです。 そこでまず、ですね、この東アジアの情勢と同時に、吉ンという国について少し見ていきたいと思うんですけども、この当時ですね、中国はウであったと、でこのウとこの吉ンがまあ戦争するんですけども、結局は吉ンが勝つと。 いうところでま宣言の銘というですねまあ条約を結ぶというところであるんですねですからまこの当時は吉田んが最強のま国であったということがまず考えられるわけですねそれからこの吉田んと高麗との関係においてはこの吉田んと高麗との間にま高等6州というのがあってこのアンロクガンというですね川と チョンチョンという川の間にあるんですけども、まあ、吉丹としてはここをですね、なんとか奪還したいと、もともとは吉丹の土地であったというふうに解釈しているんですけども、えー、しかしこの高麗はですね、まあ、高送のまあ光栄であったがゆえに、この江東五六州を、まあ、譲り渡すということは考えていなかったわけなんです。それと同時に、第1代のですね、手錠ワ根のンこンの時に五六の 動画で配信しましたけども、まあ、この時に十条のですね、えーまあ、遺書っていうでしょうかね、残したものの中に、吉、ま、丹、あ、とはですね、えー、この交流をし,しないようにというような遺書があったわけなんです。ですから、コウクリは、まあ、どっちからっていうと、この僧とですね、深いその、まあ、関係を保っていたというところになるわけなんです。 まあそういった背景があると同時にですね、キッタンがですね、どういう国だったのかというのが、まあ、非常にこの吉ンの,その民族が今になってその残っているということではないというんですね。ですからなかなかそれを把握しづらいところもあるんですけども、吉、まあ、ン文字と。 いう文字があったのを私たちはよくこの吉丹からですね想像するとよく知ってるんですけども、まあ、それぐらいですね、まあ、文化水準が高いそういう国であったんじゃないかというと同時に反応反目というふうに言われるぐらいですね、えー、まあ移動しながらこの生活をまあやりくりしていったというような民族そして平素からですねこういった馬を操るそういう技術を持っていたまあ騎馬軍団 とととしてて恐れられらいいたというところですねそしてこういったこの今絵を見るとですね頭を剃ってですね両側の髪だけを長くするというような一風変わったそういうスタイルなんですけどもこんなところからもですね非常にこの強いというイメージというんでしょうかねそういうものがあったということをよく言われています。 ではですね、いよいよです、ね、この侵攻についてお話を進めていきたいと思うんですけれども、実際に先ほど申しましたように、この政変があったということで、王の暗殺を契機にですね、この吉んがそれを理由に一時、993年ということで、第1次の侵攻を行います。まあそれは前回の まあ動画で配信をしておりますで今回はこのヒョンジョンの時代なので第二次信仰からなんですけれどもキッタンをですねまあ寮とも言いますねこの寮マジキッタンが第二次信仰していく口、えーまあ、実としてですね一つはこの高等6州と先ほども言いましたけれどもこの六州要するに高来と えー、寮、吉炭との間にあったその土地をまあ奪い返したいというところなんですね。この一時においてもですね、その時にその外交交渉として、えーまあ、この高麗に突きつけたのは、まあ、この6州をですね、えーまあ、返還するということであったんですけども、やはりここにおいては高麗はですね、非常に重要な要行、まあ、地、要するに貿易であったりとか、それから、 まあここに結局は、えー、防壁っというんでしょうかね、えー、城を築いていくんですけども非常に重要なですね、国防上の用地でもあったというところから、まあ、それを簡単にはですね、渡すことができなかったということですねそれから何よりも高麗と僧、ね、が非常にこの関係が深かったがゆえに、まあ、それを断ち切らないといけないと。 いうところもあってですね、その当時のソンジョン、まあ正ですね、六代の皇帝によってですね、まあ、この信仰が始まっていくということです。で、この当時のこの清掃の状況はですね、今非常にこの権力が高かったというところがこのまあ墓石っていうんでしょうかね、墓の大きなその <laughs> 規模からねわかるというところなんですね。 で前後しますけど1004年にはですね、相、ま、当、あの戦争、吉丹とですね、相当の戦争によって、吉、え、丹、ー、が、まえー、この勝つことによって、宣言の命を結ぶと、まあ、先ほども申しましたけども、そして、えー、年にですね、銀10万両と金の10万10 20万匹を、まあ捧げなければならないというような、まあ、屈辱的な命を。 まあ結ばさせられるとというところでありますで当初この第2次においてはですね封波人というこの境界線がありますけども、まあ、ここでの戦闘が行われていくんですけどもやはりこの吉田のですねこの勢い非常にまあ強くてどん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 こう南下していくというところなんですね。 まあしかし高麗としてはですね、えー、まあ城をですねこれ6州に持っていたので、まあ、その城をなんとかこう守りながらそして、えー 反撃のこの機会をですねずっとこう狙っていくんですけども、まあ、各州というところも占領されながら、ですねまた奪還したりというところで、非常にこの奪,う奪われるんだけど、まだ奪い返していくというようなこのまあ戦略っていうんでしょうかね、そういうところが特徴的に挙げられるのと、まあ、最終的にこの南下して、正教であったりとか、 海上ですかね、ケソンというところに、えーまあ、侵入していくんですけども、まあ、ここがまあ結局はまあ廃墟になってしまうというところでもあるんですけども、実際にはかなりのまあこの吉祭にですね大きな打撃を与えることによって、結局、第2次はですねまたこう吉祭が引き返していくというようなところになっていきます。 ヒョンジョンとしてはどういう立場だっ,ったかというと、まあ、早くですね、まあ、降伏してそして、えー、国をこの何て言うんでしょうかね、まあ、守るというところで先ほどちょっと、まあえー、関係図をちょっと見ましたけどもその喫、まあ、断としては南下したいと先ほどのこのチョンチョン岩まででですね 六州を奪って、そして南下したいというところがあったんですけども、ヒョンジョンは仕方なくですね、そうせざるを得ないんじゃないかという状況ではあったわけなんですね。ここでですね、この将来が非常に不利な状況になる中で、まあ先ほども申しましたけども、まあヒョンジョンが非常にこの弱音を吐いてしまうということも。 ありますしそれから全、まあ、裸島にですね、ナジというところにま避難していくというところで、非常にこの民衆からは、ですねこの避難を浴びていくというようなところになってきます。ですから、まあ内外ともにですね、この時代、高麗最大の危機であったとも言われています。しかしかながら最終的にはですね 再度まあ、帰郷していくわけなんですけども、まあ、この時にこの不審な状況を、まあ、挽回していったその人物として、まあ、将軍としてですね、えー、注目されたのがこのカンカンちゃんという人物です。で、この人物が非常にこの戦略的にもですね、まあ、 この頭を使いながらそして、まあ、高麗ならではですね非常にこの戦術を使ってそして第2次第3次を、まあ、克服していくというようなところになっていきますで第2次においてはですね、まあ、政教や海教というものが、まあ、進行されそして、まあ、陥落していくんですけども、まあ、実際にここで、えーまあ、人質ですねこの人質と高麗がですね人質と引き換えに講、まあ、和条約に持ち込んでいくと。 いうところです、まあ、としてもですね、えー、非常にこのもう戦争にまあ疲れていたというところもあって、まあ、第3次のこの侵攻にまあ準備するためのですね、まあ、時間稼ぎではなかったかとも言われていますキタン軍が1011年にまあ撤収していくんですけどもまあ、この時にたくさんのまあ捕虜ね えー、まあ、連れて行ったということでまあこのタンとしては大きな広大な土地を持っているんですけども人が足りないということもあって、まあ、捕虜が必要であったとも言われています。えーまあ、それからですねまタ、あ、ン軍もですねこの高麗に帰化したんじゃないかということで。 非常にこの戦争を通してお互いにですね、まあ、この人が掘るようになったりとかですね、そして高麗機会したりとかですね、いうことになっていきます。で、休戦からですね再び第3次の吉丹侵攻へということで、まあ、先ほども繰り返しになりますけども、この高騰ですね、高騰を。 6州、口頭6週の返還をこう要求をしていきます、あ、再びですね、それから、身、ま、長、あ、といって、ですね、まあ、これは兆候の意味ですけども、この王様が、高、ま、麗、あのですね王様が吉田に来て、そして皇帝にですね挨拶しなさいというようなところで要求をしていくわけなんですけども、まあ、それに対しても、ですね一度はま要求を飲むんですけども、まあ、この ヒョンジョンの病気を言い訳にしてですね。まあ、兆候をしていなかったわけなんです。それによって2 0 1 8年にまあ第3次の進行が行われていくわけです。 でこの時に、この進攻によってですね、えー、まあ先ほどのガンガムチャンという将軍が活躍をしていくわけなんですけども、平安南道の安寿というところに兵士をですね、まあ、隠れさせて、1万2000人をです、ね、隠れさせて、そしてこの牛川で川をせき止めると。 せき止めながら、あーまあ、この軍隊が、キッタの軍隊が来たときに、その牛皮をですね、牛の皮をすべて取り除くことによって、皮が一気にですね、流れていくと、その川の流れによって、キッタ軍がまあ混乱したりとかですね、まあ、溺れていくというようなところで攻めていくという戦術を使うわけなんですね。えー、それから、まあ、キッタがこの海峡という、ね、都市に来たときにおいてもですね、えーまあ、表この 甲羅においては聖夜戦術というみたいですね。聖夜戦術。要するに、この野原を完全にこの、ま焼、あ、け野原みたいにですね、することによって、まあ、農作物だったりとか、馬の餌を、まあ、与えることができないような、そういった、まあ、荒野にしていくと。 いいう戦術みたいなんですね、まあ、これは日本ではまあ兵糧攻めみたいなものですけども、まあ、食べ物がなくなる、まあ、兵士もそうですけども馬もですね食べ物がなくなるとですね、えー、戦争に使えないということでそれを利用してそして、えーまあ、あこの騎士団にです、ねえー、攻撃を仕掛けていくというような戦術それから賢者というですね この写真にもありますけれども、まあ、こういったものを利用して、この騎馬軍団に立ち向かっていくというような戦術を取ったわけですね。えー、そして最終的なこの奇寿というところが、奇襲というところがあります。この大きな、えー、戦闘において、えーまあ、勝利していくということなんですけれども、えー、韓国では奇襲、まあ、手寿というふうに言ってですね、非常にこの有名な対戦になっていきます。それによって、えー、この後来軍が あ勝利することでですね、まあキットン軍はま3000名しか残らなかったと帰っていく軍人がま3000名しかいなかったというようなことが記録されていくわけなんです。まあ、こういった三道のですね非常に試練をまあ迎えながらですね、そして最終的にはああこのキットンをま追い出していくと。 いうようなところで27年間のです、ね、長いこの戦争の中で実際にはまあ王権がですね結局はまあ評価されていくというところと同時に、まあ、国防ですね先ほどのこの境界線がありましたけれども高等6州を手に入れることによって再びこの国防を強化していくというようなところになります。まあ、切断としてははこの6州を元々は 自分たちの土地なんだということを主張したんですけども高麗の最初がですねこれはもともと高句麗の私たちが光栄であるがゆえにそれはその場所はですねもともとは高麗,高麗の土地なんだということで主張してそしてなんとかそれを持ちこたえたということがありましたそれからですねちょう大増という テジャンンギョンというですねこの大蔵経を作ることによって国を守ろうというようなこともあったみたいですねそういった仏教の力仏教による祈りによる力によってこの吉丹の信仰をなんとか持ちこたえようとしたという民衆の力も加わったとも言われています今日は第8代のですね 高麗の王様の時代についてお話をしてました。ヒョンジョンについてというよりは、ボリュームがですね、タンとの進行をどのようにして、高麗が防いでいったのかについてお話をいたしました。もしですね、この高麗に、このタンが負けてしまった場合においては、日本への影響もあったのではないかと。 いうことも考えてみました。歴史というのは模試というのはありませんけれどもこういった高麗との戦争を知ることによって東アジアの情勢というものがもう少し多角的にですね、広く理解することができたのではないかと思います。ごご視聴ありがとうございました。